じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、まあ、リーグ戦再開して、うん、まあ、阪神、西勇輝投手で1対0サヨナラ勝ちはしたものの、はい、まあ、西勇輝が勝ったわけじゃないけどね。そう、まあ、そうなんですよね。いいピッチングしてたけどな。そうなんです、まあ、ジャクソンもそうだけどね。あ、そうですね、うん、お互いにいいピッチングしてたんですけれども、ただやっぱりリーグ戦戻ってもなかなかこう得点というところがちょっと遠いと。で、中でもやっぱり森下選手のバッティング、うん、これ岡田監督異例の指導ということで、うん、実際にもうマンツーマンでついて練習したそうです。で、その中でもそのヘッドについてなんかいろいろ指導したみたいなんですけれども、これはまずどういうことなんですか？ヘッドが走る、まあ、ヘッドが走るっていうのは、うん、結局体が止まって腕を振るっていうことだよね。はい、そしたら体が止まって腕を振ったら必ずヘッドって返ってくるんで、はい、でも森下ってカリステに似てて、お、はい、ね、分かりやすいところで言えば、はい、やっぱね、右肩をこう出してきながら打つんだよ、目を変えずに、はい、だから岡田監督が言ってることは頭の中で理解をしようとしても、うん、根本的に考え方が多分違うと思う。あ、やろうと、森下がやろうとしてることと、はい、岡田監督が教えようとしてることは多分違うと思う、うん、でバッティングの理論っていくつもこう構築されてきてね、はい、で昔はもう一択っていうかさ、うん、結局こう体が止まってヘッドが返ってこないと打てないっていう、はい、まあ、話があったけど、今もう縦振りっていうことができてきて、はい、縦振りっていうのはどちらかというと面を返さないでそのままフォローしていくという、あ、これが主流になってんだよね、はい、これも俺は正しいと思うし、で岡田監督が言ってることも正しいと思うし、うん、だけど間違ってるのは森下がやろうとしてることを、うん、とは違うということがちょっと間違ってるなという。まず森下を理解してやらないと多分森下聞く気はないと思う。多分そうなりますね。いや、それじゃ打てないと思ってるから、本人はだから岡田監督のこのこうヘッドを返さないか、ヘッドを走らせなきゃいかんって打ち方は我々はそれをやってきたからものすごく理解できるんだよ、はい、まあ、だけど森下はどちらかというと今年こういう風な感じでやったでしょ。やりましたか。なんだあいつみたいなこと言われてて、あれは縦振りをやろうとしてるから、それはなかなかやっぱこうバッティングの理論の中では接点が持てないと思う。だからなんですよね、きっと推奨するそのレベルスイングの解釈に違いがあるようでというふうにもコメントには出てるので。いや、だからレベルスイングなんていうのは鼻から頭にないもん、うんうん、だからいや、レベルと縦だから全然違いますよね。だから体の使い方も、要するに手首の使い方も、うん、バットのヘッドの使い方もまるっきり違う、うん、で森下はそのまるっきり違うことをやろうとしてるから、はい、まずはやっぱそう理解をしなきゃいかんよね。あの岡田監督、うん、多分ね、森下は分かってると思うんだよ、うん、でも自分のやりたいバッティングが違うっていうふうに思ってる。そうですよね、うん、でおそらくそのやりたいバッティングの中で現在今シーズンここまで2割4分1厘、うん、6本のホームラン29打点、うん、っていうところで岡田監督はじゃあ自分のそのやってることじゃないことをやらせなきゃいけないんじゃないのっていうことなんですかね。まあ、それで結果ができない。岡田監督はいや、もうちょっとこうやったら森下はもうちょっと覚醒するとか、うん、打てるっていうところで絶対やってるはずなんだよ、うん、でも森下はやりたくないんで、多分そうでしょうね、うん、やっぱこう自分が確立していきたいバッティングはそこじゃないっていう風に、うん、それは分かってるんですけどっていうことなんですよね、うん、だからそういう、まあ、成績は上がらないからね、はい、なかなか、まあ、森下のずっと1年目から使っていて、うん、森下のいいところも悪いところも岡田監督って分かってると思うけども、はい、うん、まあその中で技術指導っていうことをやったとしてもまた2年目になって全然変わったからそうなんですよね。いやだからそれはやっぱまだ2年目、岡田監督も春先言ってたよね、2年目やし、まあ、いろんなことに興味があると、うん、でそれは悪いことではない、はい、でいろんなことを学んでて、でその中で、まあ、淘汰されていって自分のものができていけばいいんじゃないかっていう、もう余裕がなくなってるんだよ結局打ってくれないと困るから。そうなんですよ。でやっぱり豊さんおっしゃってたように、本人森下選手も、まあ、消化しようと今必死みたいなんですが、もうちょっと自分の中で取り込まないと、いきなり教えてもらった形なので今までやってきたこともあるし癖も自分のあると、
まあ、監督も急にはできないと言っていた、これからどうにかしていこうかなと、まあ、期待して指導してくれているのもあると思うので、まあ、素直に聞いて受け入れてやっていきたいと神妙な表情だったということなんで、やっぱりそうですよね、いきなり教えてもらった形なんで、いや、まあ堂々巡りにならないようにね、うん、自分が追い求めてる、はい、で何かをつかみかけてるものをなくして、まあ、教えてもらったものをやるのか、うん、だからまあ非常に難しいけども、うん、俺はどちらかというと両方推奨派なんだよね。こうやってみて、はい、いろんなピッチャーの形があって、うん、このピッチャーだと縦振り、うん、このピッチャーだったら横振りの方が合うなっていう、だからね、2つも3つもスイングの軌道って持っといた方が俺は絶対いいと思うんだよ。そうですね、うん、だからあの固くなに、いや僕は縦振りじゃないとみたいな、うん、いや僕は横振りですみたいな、そうじゃなくて、だって低めのボールは、ね、横振りできる無理、あのそうでしょ、はいはい、縦振りの方が完全にいいわけよ、はい、じゃあ高めをこうやるよりは、うん、やっぱりレベルで振った方が体の使い方としたら、うん、まあ、自然だと思うんだよね、はい、だからミックスしていい形を取れれば、あ、最高なバッターになれる。もうその時々で柔軟に対応できるものを持っていればいい。いや、だからとっさにできるぐらいの、うん、その練習量を誇って、はい、もうここに来たらパン、ここに来たらコーンみたいな、うん、そういうのができると最高だなっていうふうには俺は思うよね。そうですよね。ただそれを思っていたとしても、やっぱり監督直々で教わるとなかなか、いや自分はこうですとは。じゃあ森下の感覚的には、うん、岡田監督と同年代だけど、はい、やっぱね、もうね、古いっていう感覚がある、うんうん、絶対に、はい、いやだからそれをやっぱこう勉強して理解をして、岡田監督も縦振りを、うん、はい、それで横振りを推奨してくれてるんだったら聞き入れやすいと思うんだよ、うん、何もこっちを極端に否定をしながら横振りの方がいいぞって言われても、今の若者が聞くかっていうと多分俺は聞かないと思うんだよ。ですよね。いやだから古いっていう感覚を持たれるともう人は聞いてくれないという、うん、だから今指導者と選手の間でも非常に難しいと思うんだよね、はい、でいろんな技術がこう進んでいったりだとか、いろんな数値も並んできたりとかして、うん、それをやっぱ全部総合理解をしないとやっぱコーチとか監督には多分なれないと思うんだよね、うん、だから、まあ、そこら辺をどう、まあ、岡田監督もそうだし森下もそうだし、どう消化していくのか、うん、まあ、これがうまくね消化されていい具合にいけばいいけどね。そうですね。岡田監督は森下選手に対してどんなバッティング、どんなバッターになってほしいっていうのが、ね、いや、やっぱり岡田監督は森下に対して愛情は深いと思うんだよ、うん、あの1年目から使って、ね、1年目で優勝して、はい、その主軸となってくれて、うん、だからすごく可愛いと思うんだよね、うん、本当にあの球界を代表するようなそういうバッターになってほしいと思ってるだろうし、まあ、そうなれるというふうに、はい、でまあ、将来的には牧野上行くっていうふうに断言したぐらい、あの森下のことは買ってるからね、はい、まあ、その年を取ると面倒くさいことって結構多くなってくるんだよ懇切丁寧にというか、うん、まあ、そういうことができずに、はい、まあ、このぐらい分かってんだろうって端折って行くとおかしくなるよね。そうですね、丁寧に教えないとね岡田のコーチ陣もって、それと聞いてあげるっていうこともすごく大事だな、相手の、うん、どう考えてるんだっていう、うん、心を開かせるというかね、はい、まあ、そういうこともすごく大事だと思うし、うん、だから一方通行に教えがならないように、なると受け入れやすいかなっていうふうには思うけどね。逆に森下選手は自分はどんなバッティングをしていきたいと思って、やっぱフォーム改造したりとか取り組んだりとか、だからまあ、ゴロは打ちたくないと思ってるはず。多分打球をこう8割9割方上げてって、はい、まあ、ホームランとか、うん、長打だとか、まあ、そういうバッターにはなりたいっていうふうに思ってると思うよ、うん、極端に言えばね、はい、まあ、ゴロでも間を抜ければヒットでいいっていうふうに、ヒットになればいいっていうふうには思ってると思うけども、だけど縦振りをやる以上はやっぱ9割ぐらいはやっぱフライ、はい、ライナーぐらいにはなってほしいなっていうのは考えてるはずだと思うけどね。ああ、そうなんですね、うん、まあ極端に話すとね、どんなバッターっていうか、それはやっぱりもう
30本打って3割打って、はい、まあ、100打点みたいな、まあ、30盗塁はちょっと無理だろうから、はい、ね、そのぐらいのバッターにはなりたいっていうふうには思ってるんじゃない。そうなんですね。まあ、今ねちょっと一つの壁というか試行錯誤しながらの、まあ、今シーズン、まあ、森下はね、うん、その中でも阪神の中ではやってる方だよ。そうですね、そうですね。他どうなってんだっていう話だよね。確かにね、まあ、なかなかね、あの阪神とかチーム自体が得点力というかそこがこう上昇にいかないっていう中での、まあ、大山がねある程度こうね兆しが出てきたというか、まあ、ヒットだけどね、はい、ゴロの、はい、ゴロのヒットだけども、まあまあ気分的にはね、うん、ちょっとリフレッシュして帰ってきたかなっていう感じもするし、うん、あとサトテルだな。そうなんですね、うん、まだ帰ってきてからあまりいいというふうな感じでは、まあそうだ ね、もっとセンターに向かって打つようになるといいけどな。センター方向に、センター方向、うん、ちょっと引っ張りが強いなっていう感じがする、ね。まあ、だからこそやっぱり森下選手にじゃあっていうことで岡田監督がかける思いっていうのはね、より愛情も含めて大きいんでしょうね。まあまあそうだね、うん、森下が一番言うこと聞くからじゃないかもわからんしまあでも森下ってやっぱポイント握ってる選手だからね、うん、阪神の中の打線ではね。でしょうね。近本選手出て中野選手が送ってで森下選手の1本で1点っていうことを考えると、まあ、その送ったことが大量点になるような感じになるといいよね、つな、うん、がってね。そうですよね。送ったものが1点しか取れないんじゃさ、あ、だからやっぱいつも苦しいゲームになるけど、うん、まあ、例えば近本出て中野が送った、まあ、森下、ね、大山、前川がつないだみたいな、はい、まあ、そうやってつながっていけばね、うん、一つのバントがなんかこう流れを呼び込むっていうことになるんだけども、今一つ送ったところで点にならなかったり、まあ、やっと1点取れたりだから、はい、昨日でも渡来のあの肩で助かったけどな。最後そうですよね、岡田選手のタイムリーさよなら。まあ、そうだね、はい、まあ、そうだな、森下な。だからまあいい話し合いの中でね、はい、まあ、作り上げていってほしいなっていうふうには思うね。そうですね、はい。